糸島市では今日6月の観測史上最高の35度を記録、県内で今年初めての猛暑日となりました。糸島市からすぐの海岸では映えを求めてたくさんの人が写真を撮りに来ていますが、温度計は36度指しています。暑くて私も顔が真っ赤です。ちょっと顔赤くなってる。大丈夫か。暑いですよね。お茶、水分を持ってきてます。暑いね。帽子かぶってても暑い。お兄ちゃんはどう、海とかに入らないの？うん、入らない。あれ、でも気持ちよさそうと思う？思う。めっちゃ思う。入っちゃう。その他県内では北九州市の八幡で 34.9 度、福岡市博多区と中央区で 33.7 度など今年の最高気温を記録しました。